ハイドンのサインフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは古典派を代表するオーストリアの作曲家。また、弟、ミハエル・ハイドンも作曲家として名を残している。数多くの公共曲、弦楽史重奏曲を作曲し、公共曲の父、弦楽史重奏曲の父と呼ばれている。弦楽史重奏曲第77番の第2、楽章にも用いられた皇帝参加神よ。 皇帝フランツを守りたまえの旋律は、現在ドイツ国家に用いられている。ハイドンが住んだローラウ、ハインブルク、ウィーン、アイゼンシュタット、エステルハーザの位置関係ローラウにあるハイドンの成果。博物館となっている、生涯の大半は、エステルハージ家に仕えていて、そのために作られた曲もかなりある。この時、他の音楽家との交流や、 流行の音楽との接触があまりなかったため、徐々に独創的な音楽家になっていった。1732年に、当時は、ハンガリー王国領との国境に位置した、ニーダーエスターライフィシュローラウ村に生まれた。ローラウは、ハラハケの館がある地であり、父のマティアスは、ハラハ伯爵に使える車大工、母も伯爵に使える料理女だった。 アントニー・シンドラーのベートーベン伝の中で、最晩年のベートーベンが、ハイドンの成果の絵を見て、フンメルに向かって、あれほど偉大な人物が、これほど粗末な小屋に生まれたとは、と言ったという話が有名だが、実際にはそれほど貧しかったわけではなかった。おじで、ハインブルク・アンデア・ドナウの音楽学校の校長を、していたマティアス・フランクに、音楽の才能を認められ、 6歳の時に、フランクの下で音楽の勉強を始めた。1740年、ウィーンのシュテファン大聖堂のゲオルク・フォン・ロイターに、才能を認められたことから、ウィーンに住むようになった。その後はここで、聖火隊の一員として9年間働いた。ロイターは6に隊員に食事を与えず、教育も適当であったが、音楽のとで、プロの音楽家として働くという少年時代の、 経験からハイドンが得たものは大きかった。1749年、編成のため聖歌隊で高音部を歌うのが不可能になり解雇され、その後8年にわたって定職を持たなかった。はじめ、ミヒャエル教会の歌手シュパングラーの家に住み着いたが、そこにもいられなくなった。1750年春には、マリアツセルへの巡礼に加わり、その後、 ミヒャエル教会付近の建物6階の屋根裏で自活するようになった。この時期にハイドンはメタスタジオと知り合い、ポルポラの従者を務めたこともあった。この頃ハイドンは作曲を本格的に勉強し、特にカール・フィリップ・エマヌエル・バッハからは大きな影響を受けたという。ハイドンは教会の歌手を務めたり、バイオリンやオルガンを演奏したりして、生計を得ていた。 セレナーデビキの仕事も行った。ミサブレビスへ、長長は現存する最初期の曲で、1750年頃に書かれたと考えられている。セムシュの悪魔の不随音楽は、ハイドンの書いた最初の舞台音楽であるが、現存しない。おそらく1755年頃にバインツァールのフィルンベルク男爵に招かれ、ここで最初の弦楽四重奏曲を作曲したという。 ボヘミアのモルツィン伯爵にハイドンを推薦したのもフュルンベルク男爵だった。1750年代後半には急速に作曲数が増え、オルガン教奏曲派長長やサルベレジナホ長長はいずれも1756年の自筆譜が残っている。おそらく1757年頃、ボヘミアのルカビツェに住むカール・モルツィン伯爵の宮廷学長の職に就いた。ここで、 最初の公共曲である、公共曲第1番が書かれた。また、公共曲第37番の筆者フには1758年の日付が記されており、これらの曲は1757年頃に書かれたと考えられる。この時代にハイドンは、約15曲の公共曲、鍵盤楽器のためのソナタや三重奏曲、ディベルティメント、競奏曲、 弦楽三重奏曲、管楽器のためのバルティータなどを作曲した。少年時代のハイドンが聖歌隊として活動した、シュテファン大聖堂1760年、マリア,アンナ・ケラーと結婚した。これは、彼の学長としての地位を保持することにもなった。ただ結婚生活は幸福ではなく、子供もできなかった。マリア,アンナは1800年に没したが、 最後の10年間はほとんど別居状態にあった。彼は長く付き合っていたエステルハージ家をお抱えの歌手、ルイジャポルゼリップ人と一人、あるいはもっと多くの子を設けたのではないかと言われている。ハイドンが、いつまで、モルチン伯爵の元にいたか不明だが、1760年11月26日の結婚証明書にはまだ、モルチン伯爵の学長と記されているので、 それ以降と考えられる。ニコラウス・エステルハージ公爵モルツィン博は、経済的に苦しい状況になり、ハイドンは解雇されてしまったが、すぐに1761年、西部ハンガリー有数の大貴族、エステルハージ家の副学長という仕事を得た。エステルハージ家の当主パウル・アントン・ EN、ポール・ツー・アントン・エステル・ホジ以降は、ハイドンが雇用されて1年も経たずに没死。 ハイドンはその弟のニコラウス公に仕えることになった。当時のエステルハージ家の楽団は全員で14人しかいなかったが、ハイドンは楽団の拡充に勤めるとともに副学長時代に約26曲の公共曲を作曲した。中でも三部作や第31番ホルン信号などはこの時期に作曲された。なお、1763年に父が没死。 ハイドンは弟のヨハンを引き取っている。ヨハンはエステルハージ家でテノール歌手を務めた。老齢だった学長のグレゴール・ヨーゼフ・ベルナーが1766年に死去した後、ハイドンは学長に昇進した。中庭から見たエステルハーザエステルハージ家の邸宅はハンガリー西部のアイゼンシュタットにあったが、ニコラウスコはノイジードルコ近くに豪華なエステルハーザを建設し、 1760年代、後半から冬を除く一年の大部分をここで過ごすようになった。ハイドンを含む学院もそれに合わせてエステルハーザに住む必要があった。エステルハーザにはオペラ劇場とマリオネット劇場が落成したが、オペラ歌手との契約や新作の作曲、マリオネット劇他の劇音楽の作曲もハイドンの仕事だった。 彼は30年近くもの間エステルハージ家で働き、数多くの作品を作曲した。1760年代後半から1770年代、初めにかけて、ハイドンは単調を多用し、実験的ともいえる多彩な技法を駆使する一時期があり、20世紀、初めの音楽学者ビゼバは1772年に、ハイドンの危機があったと考えた。 後に時期を広げて1768年から1773年頃をハイドンのシュトゥルムーンとドラングキと呼ぶようになった。公共曲、第26番、第35番、第38番、小玉から、第52番、第58番、第59番、家事、第65番や、作品9、作品17、作品20の弦楽史重奏曲。 ピアノ・ソナタ第20番などがこの時代に属する。1770年代後半になると、より感銘な作風に変化した。1780年頃には、エステル・ハー・ジ家の外でも、ハイドンの人気は上がり、徐々に、エステル・ハー・ジ家以外のために書いた曲の比率が、増していった。この時期には、ロシア史重奏曲作品十三チェロ競奏曲第二番作品百一 ピアノ競争曲に蝶々などの重要な作品がまとめて書かれた。またハイドンはウィーンのアルタリア社やロンドンのフォースター社などと契約を結んで楽譜を出版した。1785年から翌年にかけてはフランスからの注文でパリ公共曲を作曲したが、これはエステルハージケ以外の楽団のために書かれた最初の公共曲だった。 1785年にはスペインからの注文によって、還元楽曲、十字架上のキリストの最後の七つの言葉が作曲された。グリージンガーによると、ハイドンは、公爵が生きている限り、彼の元を離れるわけにはいかなかった。と述べており、長い間イギリスからの招待も断っていたという。また、ハイドンは次のようにも述べていたという。公爵は、 私のすべての作品に満足していた。私は承認を得て、オーケストラの学長として実験を行うことができた。つまり、何が効果を高め、何がそれを弱めるかを観察し、それによって改良し、付け加え、削除し、冒険することができたのだ。私は世間から隔絶されていて、私の周りには行く手を惑わせたり邪魔したりするものは誰もいなかった。 だから、私は、独創的にならざるを得なかった。1781年頃、ハイドンは、モーツァルトと親しくなった。この二人は、互いの技量に尊敬を抱き、モーツァルトが1791年に死去するまで、友情は変わらず続いた。モーツァルトは1782年から1785年に、かけて、6つの弦楽史重奏曲を作曲し、 ハイドンに検定している。また後にハイドンは、モーツァルトの維持の進学の世話をしている。1790年、エステルハージ家のニコラウス公爵が死去。その後継者、アントニエステルハージ・エヌ、アントン・アイ、プリンス・エステル・ホジー公爵は音楽に全くと、言っていいほど関心を示さず、音楽家をほとんど解雇し、ハイドンに、 年間1400グルデンの年金を与えて、年金暮らしにさせてしまった。ただしハイドンにしてみれば、自由に曲を書く機会が与えられながら、同時に安定した収入も得られるということで、必ずしも悪い話ではなかった。ウィーンに出てきていたハイドンは、同年末には、ロンドンのハノーバースクエアルームズで、演奏会を開催していた、工業主ハンペーターザーロモンの招きにより、 イギリスにわたって新しい公共曲とオペラを上演することになった。1791年1月から1792年6月、及び1794年から1795年のイギリス訪問は大成功を収めた。聴衆はハイドンの競争曲を聞きに集まり、ほどなくハイドンは富と名声を得た。 この2回のイギリス訪問の総収入は2万グルデンに上ったとされる。なお、このイギリス訪問の間に、ハイドンの最も有名な作品の数々、騎士やピアノ30奏曲、第25番、ジプシーロンドなど、が作曲されている。ハイドンは、最初のイギリス訪問の際、息と帰りに、ボンに立ち寄っており、そこで、ベートーベンと開校している。 どちらの時期かは定かでないが、ベートーベンは、自身のカンタータ、皇帝ヨーゼフ2世の早々カンタータ WOO87 か、皇帝レオポルト2世の即位のためのカンターータ WOO88 のどちらかを見せ、ベートーベンの才能を認めたハイドンは1792年7月には、弟子として、ウィーンに来れるよう約束している。ウィーンにある。 ハイドン晩年の住居アイゼンシュタットにあるハイドンの霊廟ハイドンはイギリスの市民権を得て移住することも考えていたが最終的にはウィーンに帰ることにしたロンドン旅行中の1794年にエステルハージ家ではニコラウス2世が当主になり再び楽団を再建しようとしていたハイドンは改めてエステルハージ家の学長に就任した幸いにも ニコラウス2世はエステルハーザには寄り付かず、冬の間はウィーンに住むことを好んだため、ハイドンはほとんどウィーンから離れずに済んだ。ハイドンは1793年にウィーン郊外のグンペンドルフに家を建て、ここが晩年の住居となった。ニコラウス2世は古い形式の宗教曲を好んでいた。学長の職務には毎年のミサ曲の作曲が含まれており、 ハイドンはマリアツェルミサハ長長以来14年ぶりとなるミサ曲を作曲した。1796年から1802年にかけて作曲したミサ曲はハイドンの後期六大ミサと呼ばれる。また十字架上のキリストの最後の七つの言葉をオラトリオに改訂したほか、オラトリオ、天地創造と四季も作曲し大きな成功を収めた。 1797年1月には、神よ、皇帝フランツを守りたまえを作曲し、この曲は2月12日に国歌として制定された。器楽曲では、トランペット競争曲編補長調のほか、エルデディッシュ重奏曲作品76、五度、第77番、皇帝、第78番、日の出など、ロプコビッツュ重奏曲作品77を作曲している。 この時ハイドンはすでに年60を過ぎていたが、その創作意欲は衰えることはなかった。1802年、ハイドンは持病が悪化して、もう作曲ができないほど深刻になった。1803年を最後として、式に立つこともなくなった。ただし編曲や曲の改訂は、以後も続けており、これらを組み込みながら規則正しい生活を送っていた。 晩年のハイドンは自分がかつて作曲した神よ皇帝フランツを守りたまえをピアノで弾くことを慰めとしていたようである。1803年には弦楽史重奏曲としては最後の作品となる第83番を作曲したが中間の2楽章だけで放棄され、1806年に未完成のまま出版された。1809年5月31日、 ハイドンはナポレオンのウィーン侵攻による占領下のウィーンで77歳で死去した。葬儀は翌6月1日に行われ、ウィーンのフントシュトルム墓地に葬られた。6月15日には市民の参列できる追悼式が行われ、大勢の参列客が訪れた。遺体は1820年に改装され、現在アイゼンシュタットに葬られている。なお、 ハイドンの埋葬については、奇怪の話があり、それは、頭の部分だけが、約150年間、切り離され続けたというものである。ハイドンの死後、オーストリアの刑務所管理人であるヨハン・ペーターという、ものと、かつて、エステルハージ家の初期で、ハイドンを損失していたローゼンバウムという男が首を、切り離したのである。ペーターは、当時流行していた。 骨葬学の信奉者であり、他に何人かの囚人の頭蓋骨を収集しており、ハイドンの天才性と農容量の相関関係についても研究した。ハイドンの頭蓋骨には音楽級の隆起が見られたなどとする論文を発表している。研究の終了とともに、ハイドンの頭蓋骨はローゼンバウムに下げ渡された。頭蓋骨がないことは1820年に露見したが、 警察の捜索でも頭蓋骨は発見されず、エスタルハージ家との取引で、ローゼンバウムから引き渡された二つの頭蓋骨はいずれも、偽物であった。ハイドンの頭蓋骨が顎をカタカタ鳴らしながら、うなり声を上げて飛び回ったとの会談も伝わっている。その後頭蓋骨は所有者を転々とした後、最終的に1954年、1895年に以来、 頭蓋骨を所有していたウィンラクユー協会から引き渡され、アイゼンシュタットでようやく胴体と一緒に葬られることができた。なお、胴体は第二次世界大戦後にソビエト連邦が保管していたが、返還された。ハイドンの作品はほぼすべてのジャンルを網羅しており、膨大な作品の総数はおよそ千曲に及ぶとされる。ただし、未完、断片のみの作品、 紛失した作品や偽作も含まれるが、それらを除いても700曲近いもので、弟のミャエルと肩を並べるほどの総数である。ハイドンの名声が高かったため、別人の曲をしばしば、ハイドンの名で出版することがあった。かつて、ハイドンの作と言われた、おもちゃの公共曲、6つの弦楽四重奏曲集作品、3、聖アントニュースのコラールなどはいずれも、 ハイドンの作品ではない。ハイドンの実質原稿は残っていないことが多く、信頼できる資料は少ない。信頼できる作品目録としてはまずエントブルフカタログがあり、1760年代、初めから1777年頃にわたるハイドンの作品の目録になっている。ついで1805年に、ヨハンエルスラーによってまとめられたカタログがあるが、 新作でないものを含む、ハイドンの作品を集めたものは多い。20世紀初めに、ブライトコプフ社によって編纂された全集があったが、第二次世界大戦後に、ケルンのヨーゼフ・ハイドン研究所から編纂された全集の出版が進行している。ハイドンの作品には、方々圏番号が一般的に使われる。この番号はジャンルによって、 愛から31までに分け、その中を概ね作曲時代順に通し番号を付けているが、現在知られる作曲順とは必ずしも一致しない。ピアノソナタでは、方々圏番号の他に、ランドン版の番号も使われており、両者を混同しやすい。他に分野によっては、作品番号が付けられていることもある。106曲、公共曲 B。 他に断片が一曲と競争交響曲がある。かつてハイドン作とされていたおもちゃの交響曲はハイドンの作品ではなく現在ではエドムント・アンゲラーの作とされている。ハイドンの交響曲は今日では全曲ではないにせよポピュラーな存在であるが20世紀前半までは後期作品がたまに演奏される程度でありアルトゥーロ・トスカニーニが 第101番、時計を2回もレコーディングしたこと自体が驚かれるほどであったという。1960年代半ばに、オーストリアの指揮者、エルンスト・メルチェンドルファーが、ウィーンを室内管弦楽団を振って、全曲を録音したが、米マイナーレーベルからの発売だったためあまり、注目されなかった。その後、68年から72年にかけて、アンタルドラティが、 大手の A デッカレーベルで全集を完成させたことにより、ハイドンの公共曲に対する認知度が上がった。今日、ハイドンの公共曲は小楽器演奏のレパートリーとして重視されるようになっている。ハイドンには多くの競争曲があり、ジェロ、トランペット、ピアノ競争曲などがよく演奏されるが、バイオリン競争曲は演奏の機会は多くない。 バリトンやリラ・オルガニザータのような珍しい楽器のためにも競争曲を書いている。また、偽作や、真偽不明の作品も、かなり多い。弦楽四重奏曲アントニー番法冒険によって、83曲が、ハイドンの弦楽四重奏曲として、作曲順の番号が付されたが、その中には後に偽作と判明したものや、 他の曲種からの編曲が含まれるため、それらを除くと、ハイドンのオリジナルの弦楽四重奏曲の数は68曲となる。日本では、付された作曲順の番号はそれまで、慣習的に使われてきたため、除かれた番号を結番としてそのまま使われていることも多いが、近年は、偽作や編曲作品を除いた番号で表記されることも多くなってきている。 これら68曲の弦楽四重奏曲は、6曲、または3曲ごとに作曲されているのが通例である。ピアノ三重奏曲ピアノ三重奏曲は、約41曲以上作曲したと言われている。そのうち2曲のみが偽作となっている。バリトン三重奏曲、エステル・ハー・ジコーが、バリトン奏者であったため、ハイドンは、 約126曲ものバリトン三重奏曲を残している。現在バリトンという楽器は非常に珍しいため演奏される機会は少ない。しかし近年になってこれらの作品が全集として出されている。その他1794年に書かれた2本のフルートとチェロのための三重奏曲はロンドントリオの名で親しまれている。 音楽時計音楽時計は既存の作品の編曲のものが多い。現存する作品は少なく約31曲以上作曲したと考えられている。ピアノ・ソナタピアノ・ソナタは約65曲作曲したと考えられている。ソナタアルバムに掲載されている作品はよく知られる。その他のピアノ曲ハイドンは多くのオペラを作曲したが、 ほとんどがエステルハージ家のためのもので、後世演奏される機会は少ない。哲学者の魂、またはオルフェオとエウリディーチェだけは、ロンドン旅行のために書いたものだが、実際に演奏されることはなかった。人形歌劇は生涯で7曲作曲したが、現存するものは非常に少なく、大半は消失した。ジングシュピールは9曲しか残されていない。 そのうちの3曲は消失し、あとの1曲は、真偽未確定となっている。7曲しか残っていない劇不随音楽については、5曲が、消失し、うち1曲は、劇の現代が不明となっている。また、原作の台本が紛失、散逸していることから今後、完全に、ハイドン作曲時の原型を知る機会は、少ないと思われる。ロンドン滞在中に、 ハイドンは、ウィリアム・ネーピアが、スコットランド民謡集の売れ行き不振で、危機に陥っていると知って、彼を援助するために、スコットランド民謡の編曲を行い、1792年に、出版した。これが好評だったため、裁判年まで次々に編曲を行った。その多くは、ジョージ・トムソンからの依頼によるもので、 トムソンは他にプレイエルやベートーベンにも編曲を依頼している。ハイドンの最初の編曲は、バイオリンと数字付きバスの伴奏によるものであったが、後のものにはチェロが加わっている。ハイドンによる編曲は2005年に429曲のリストが作られ、その全貌がようやく明らかになった。ただし、ハイドン自身でなく、門人に編曲させたものも混じっているという。 ハイドンが使用したというアントン・ワルター・イン・ウィーン銘柄のフォルテピアノは現在アイゼンシュタットのハイドンハウスに展示されている。またハイドンがベンゼル・シャンツ制作のフォルテピアノを1788年にウィーンで購入したことや彼が初めてロンドンを訪れた時にイギリスのピアノ製作者ジョン・ブロードウッドからコンサート用グランドピアノを提供されたことがわかっている。 ハイドン肖像画を使用した1950年の20オーストリアシリング紙幣1950年に発行された20オーストリアシリング紙幣に肖像画使用されていた。ハイドン没後100周年にあたる1909年、フランスの音楽雑誌、レビューミュージカルがハイドン特集を企画し、その付録としてハイドンの名より導かれた。 知られるぞという音列に沿った主題に沿った商品を依頼した。サン・サーンスなど断った人物もいたが、結局、以下の6人のフランス人作曲家が応じた。特に、ラベルの作品は、知られるぞという音列を、原型だけでなく逆行したり楽譜を反転して巧みに活かしながら作曲している。詳しくは、ハイドンの名によるメヌエットの記事を参照。小惑星ハイドンは、 ハイドンの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。